今回はインテリヤクザが建てたスレを2本紹介します。まず1本目は2013年9月に建てられたスレです。インテリヤクザだけど質問ある？特定されない範囲で。どういう仕事するの？内容は完全アウトだけど、やってることは俗に言う IT 関係かな。プラス、俺は海外旅行が趣味だから4カ国語喋れるのもあって、外人相手の取引の通訳。在日？童話？在日でも童話でもないよ。国籍日本のハーフだけど、母が純日本人で父が純ロシア人。ロシア人の父親もその筋の人なの？ロシア人の父親は俺がガキの頃、そいつが暴れ狂ってた記憶しかないし、いつの間にか父親変わってたから職業まではわからん。でも、少ない記憶を思い出してみると片気ではないだろうな。海に沈めたりするの？海に沈めるってのは昔はどうだかわからないけど、今はしないね。コンクリ詰めにしても、タイからのガスってかなり強力で浮いてきちゃうから。でも、そういうの知らないチンピラとかは海に沈めたりするんじゃないかな。何がどうインテリなの？インテリって言うと聞こえはいいけど、つまりは暴力行使じゃなくて、ずっと事務所でパソコンカタカタしてる奴らをインテリヤクザって言うみたい。一話会とかいうのはどうなん？地域が全然違う関東より北だから、あまり接点はないけど、名前は知ってる。あまり他の組織に興味ないからその程度の認識。そうなんか、うちの親戚の友人かなんかが作ったって聞いたから。そっか、そんだけ近しい間柄なら心配だな。この世界に入ってから年の割に長いから俺はもう抜けられないけど、正直関わらないのがベターな世界だからさ。インテリヤクザということでこんな想像をしているスレ主もいました。髪をオールバックにしてノンフレームのメガネかけてるの想像した。最近のヤクザ屋さんは、チンピラ族に言う鉄砲玉以外は普通のサラリーマンみたいな見た目よ。でも、目つきが違う。お給料はおいくら万円？不愛みたいなもんだから月によって違うけど、俺は月40から150。ヤクザ不景気っていうし実際牛島くんとかの影響で一般人が変に知識つけちゃって稼ぎ減ったけど、今のヤクザはほんとえげつないから、7割の人間から引っ張れなくなったら残り3割から無理やりにでもその分引っ張る。だから、言うほど不景気ではないな。4カ国語喋れてヤクザやってる理由はなんかあんの？俺は家庭環境がゴミクズで、施設育ちだからあれに荒れて、かつもともとの性格が向いてるからか。こういう世界に入ったのは必然なのかも。海外旅行は完全に趣味なんだけど、一般的な観光じゃなくてバックパッカーだから、言葉も覚えるんよ。いい仕事に就きたいから覚えたんじゃなくて、たまたま覚えた知識がたまたま仕事で役立った。学歴は？意外や意外、大学を途中で辞めた高卒だよ。関西のそこそこのレベルの大学。まあ、小学校すらまともに行ってないから内申点とかじゃなくて完全に試験の成績&かなり新しい大学だったから入れたんだけどね。金はあったから、とりあえず大学に入ってみたんだけど、もうこういう世界とのつながりが深かったから。周りと全く合わないし、この世界で生きていこうって決めたから辞めちゃった。IT 関係をもう少し具体的に。俗に言う詐欺や金融サイト関連のプログラム組んだり、書類作成、事務仕事の効率を上げるプログラム作成、うちの事務所はパソコンを使いこなせる人少ないから、その指導。あとはパソコンに何かあった時の修理とかかな。あんまり詳しく書くとなんだか怖いから、ざっと。エロサイトの運営と架空請求？やるよ、メインではないけど。それメインでやってるのは、うちの事務所のさらに下請けの事務所だな。中国でパチモン作ったりとかしてるの？にちゃんで小銭稼いだことある？中国でパチモン作って儲けたりも、うちの事務所のさらに下請けの事務所。俺はそういうの関わったことないな。にちゃんは効率いいだろうしこのサイトで小遣い稼ぎしてる後輩いるけど、俺はやらないようにしてる。なぜなら俺はネラーだからドヤ顔。パソコンなんてそんなに使わないだろ。金になるのはやっぱり書類だしな。今は、使うよ。書類がメインっちゃメインだけど、打ち込むのもパソコンだし。なんだかんだ効率重視だからプログラムも組む。それに震災以降未だに異常に忙しくて、書類が完全メインだと回らんのよ。情報の流出には、めちゃくちゃ気をつけてるけど。母体の国は、日本。それとも他の国？海外に支部はあるけど、母体組織は日本だよ。本当にインテリヤクザっているんだな。なんで組入ったの？入れ墨してる？今は多いよ、母体法もマジで厳しくなったからね。入れてる人昔よりずっと少ないけど、俺は服着てんだか着てないんだかわからないって言われる程度には入れてるよ。スレ主が4カ国語話せるということでこんな疑問を抱くスレ民も。4カ国語喋れてなんでヤクザなの？喋れる言語が多いほど、訳ありで、真っ当な職に就けてないぞ。俺は3カ国語話すけれど、経済的には助けにはなってねえ。受験英語、最強ってこと。マルチリンガルがみんな訳ありってわけじゃないと思うが、尊敬はするよ。現地に行って慣れるってのが重要？ありがとう。慣れもそうだけど、喋れるようにならなきゃいけない状況を作るのが大事かな。ツアーとか通訳ガイド付きだと、まず覚えない。俺は初海外オーストラリアなんだけど、全く日本語が喋れない夫婦の家庭に居候して覚えた。わからない単語はスペルを教えてもらって辞書で調べる。4カ国語って、日本語、英語、中国語、ロシア語？あ、ごめん、日本合わせたら5カ国語だわ。日本、英語、中国、ヒンドゥー、ロシア。金稼ぐ方法教えてよんしょぼーん。
今の時代暴対法も厳しいし、一般人も知識つけてるから、グレーやブラックゾーンの仕事するよりは普通にバイトした方がいいよ。そういうゾーンは成功すれば一時は稼げるけど、何かで摘発されたりすると終了するしね。IT 関係のしのぎについて素人との違いは？ヤクザ組織にいることによってどういう時に利点が？プログラム作ったりサイト作ったりは一緒だけど、全く違うのはその内容かな。利点は、給料いいのとドキュンに絡まれても平気なくらい。デメリットのが多いよ。何歳？まだまだ若造、23歳。スペックください年とかいろいろ。23歳、男、178cm52kg。似てる芸能人で一番言われるのは、白田優とかジョイ。国籍は日本。ガチアニオタ。クソガリスギはロタ。ワンパンで吹っ飛ぶレベルじゃん、アンガールズかよ。異国の地で誰にも見取られることなく干からびて、ね、クソヤクザ。うん、ガリだね。病気のせいで痩せたのもあるけどもともと痩せてた。ほぼ筋肉だから、力は意外とあるよ。でも見た目的にはせめて60は欲しい。うん、こういう職業についてる人は、幸せな、味方するのは許されないなって思うよ。まあ実際幸せな、味方する人ほぼいないけど、インテリって言うから大卒高学歴かと思いきやそういうわけではなさそう。イメージはインテリ薬剤イコール高学歴ヤクザだろうね。もし彼女とか本気で好きな人できたら、ヤクザってこと告白する？そういう支柱が起こるとしたらする。けど実際、本当に好きだと思う人ができたら、静かにフェードアウトするかな。独立、起業するなら何の仕事がいいかな？スマホの普及がすごいから、成功すると儲かるのは IT 関連かな。ただ競争率がアホのように高い。これがあるからヤクザ辞められねえってこと何？ん？性格というか人間性が合ってるからかな。それだけ。あとは、入れ墨がっつり入れちゃってるから普通の職業つけないしね。ゲスな質問でごめんなさい。ロシア人とのハーフだと、はでっかいですか？小柄な娘が嫌そうにする程度には。関わった仕事内容で逮捕者が出るとすれば何番手くらいの位置？ん？芋づる式に捕まるなら、多分すごく早いと思う。うちの事務所では10番いないじゃないかな。厳しい世界で過ごしている様子のスレ主。中にはこんな疑問を抱くスレミンも。仇になるチャンスはもうないの？ぶっちゃけ、世間様に申し訳ないことをしているとは思わない？チャンスも少ないし、あっても戻らないし戻れない。昔は、すごく思った。必要悪だの上の人はいい人だの言うドキュン多いけど、上の人がいい人に見えるのは自身で何もしなくても金が入ってくるからだもん。優しいっちゃ優しいけど、やってることはえげつないクズだからね。でも、麻痺しちゃった。だから、もう一般社会に戻れない。安倍ジョージみたいなインテリヤクザに憧れたりするもの？その方に限らず、ずっと古い時代ネットとかもない時代の、映画の元になるような、ヤクザじゃなく人形には憧れるかな。ヤクザはヤクザだから、回り回って一般人にも迷惑をかけてるんだよ。うん、重々承知してる。自分が怖くなるよ。最初は、罪悪感があった。でもだんだん罪悪感がなくなって、そんな自分が怖くなった。でももっといろいろ経験すると、何にも感じなくなる。人の人生をめちゃくちゃにすることに、喜びも悲しみも怒りも後悔も、何も感じない。それが寂しい、ってことすら感じないんだよ。世間でいう人間としての喜びが何もない。生きてる意味、ないよ。そういう世界に足を踏み込んでしまったんだから仕方ないよな。山口組系列の人ですか？系列は住吉だよ。でも俺んとこの系列はその中でも特殊かな。モヘアを10パーくらい使ったテラテラのスーツを持ってる？素材の名称とか詳しくないけど、テラテラのスーツやワイシャツは持ってるよ。やっぱりアルマーニとか着るの？テカテカしたスーツは着たりするけど、そういうあからさまにヤクザな服は俺に限らず着る人少なくなってる。着てるのはチンピラくらい。これまでに一番怖かった経験って何？やっぱこういう業界だから人のせいに関わる場面とかヤバい場面に出くわすこと多いし、大概のことは怖くないけど、まあ言っちゃえば人を処理するときってみんな無表情なのね。でも、ある先輩がいてさ、かなり世話になってるし、いつもニコニコしてて優しい人なんだけど、その人が人を処理するときにすっごい笑顔だったのを見たときかな。無邪気な笑顔なんだよ、砂場で遊ぶ子供のようなさ。そん時は、第六感が警笛を上げてたね。先輩怖え。人、瀬戸命令されたら、仕事なら。上層部の命令は絶対だから。寺立て社会。目撃した一番ひどい暴力ってどんなもの？同じ系列の違う事務所にいた頃の先輩なんだけど、眼球に何かの部品の L 字形の鉄の棒を突き刺した上で、まだ生きてるのに可燃性物質かけて火つけたことかな。しばらく断末魔が頭から離れなかった。その先輩ももう、じゃったけど。これまでした中で一番ひどい行為って何？俺はインテリだから直接的な暴力。ってのではやりすぎたなってのはないけど、暴力振るう時点でヒートだけど。特に金融関係の俺の作成した書類見ると、間接的にだけど人生狂わしてる大元は俺なのかもなって思うよ。さすがに詳しい内容は言えないけどね。かなり赤裸々に語るスレ主にこんなスレ民も。こういう、人に関与した事業とか、通報されると思うんだけど、覚悟して書いてる？もういいんだ。どうせもうすぐ、ぬから、刑務所で、脳がのたれ、脳が、結果が同じだから変わらないよ。少
少ないけど友達に見とられて、ぬ、とか、そういうのは俺みたいな人間はダメだと思うしね。職場の人には申し訳ないけど、若干の支援はある。それもまた身勝手な話だろ。お前が人生狂わせた相手がいてその罪を重ねている以上、自分の思い通りの、味方は選ぶべきじゃないな。病院で、脳とか畳の上で、ウとかってのはお前らヤクザモンが選べる、味方じゃないと思うぜ。ごめん俺の文章力のせいか変に伝わったみたいだ。俺も同じ意見だよ。幸せに丸布は論外だし、めちゃくちゃえげつない、おとげて自業自得だって変に満足するってのもダメだと思うんだよ、俺らは。自分に酔ってる？ヤクザかっこいいとか思ってる？思ってないよ、少しも。語彙が貧相だから、語弊があったな、すまん。自虐的すぎてそう映っちゃうかもしれんが、心からクズだと思う。お前がもういいやと思ってるなら、むしろ今は生きるべきだな。ぬとしたらもっと人生が充実している時だろう。充実することなんてあるのかな？あるかわからない幸福のために辛い今をダラダラ生きるの疲れちゃった。友達っつっても少ないが、その中で一人だけ、病気のこと話したやついてさ、生きろって言われたんだけど、ぬより生きる方が酷なことっていっぱいあるよな。生きるのが酷だと思ってるなら生きろよ。で楽になろうと思うな。口では楽になっちゃいけないきり、とか言いつつも、楽になりたいんよな。やだねえ、人間って。人に直接関与したことはあるの？ごめんそこはノーコメントで別に捕まろうがなんだろうがいいんだけど、何かのワードが引っかかってインターホンで起きて警察とかびっくりするから。インテリって暴力とか振るわないイメージだけど実際どうなの？あと喧嘩強い？専門ではないけど、必要な時は。喧嘩は、弱くはないかな。格闘技してたし、この業界にいると道徳関連がなくなって、ためらいってもんがなくなるんだよ。あまりにも実力差が開いてるわけじゃないなら、強いけど一般人って人より、普通くらいでもためらいがない奴のが怖いよ。ためらいがないのは怖いな。それこそ度量が違うけど知的障害とかある人もためらいがないからバカ力だもんな。格闘技してるちょい強い一般人とかはむしろ素人相手にはリミッターが働いて全然力出せないかもね。俺も一応ある格闘技で段持ってるからなんとなく素人は殴れないもの。そうだね、師匠となんら変わりないよ。でも悪意がある分こっちのが立ち悪いな。生まれ変わったら、プロボクサーになりたい。今まで何人の人生をお釈迦にしときたの？ねよクソ野郎。うん、申し訳ないじゃ済まされないよ。何人かなんて覚えてないし、覚えてたら罪悪感でとっくに、出る。社会のゴミだよ、俺らは。いずれ懲役に行くこともあると思うけれど、不安はないの？ないよ。ヤクザって大変なの？うん、大変。仕事内容もそうだけど、捕まる可能性。ぬ可能性、先輩方もそれこそ大日本帝国時代のような厳しさだし、良識が残ってる人は精神的にも来ると思うよ。ヤクザだけども2ちゃん狙わすれぬし。こんな質問も。2ちゃんでは主にどこの板見てんの？ビップ、バイク、オカルト、音楽関連、心理学、料理、動物、宇宙、科学、AA サロン、IT 関連がメインかな。あとはそんと気になったのを適当に。沼でやれる仕事じゃないでしょ。将来設計は立ててる？あまり先長くないから大丈夫。見る人から見れば簡単に特定できると思うけど怖くないの？うん、今までは仲良い奴にすらこんだけ話せなかったんだけどさ。言わないでおこうと思ったんだけど、この前肺炎になってレントゲン撮ったら、悪性腫瘍が見つかったんだ。でさ、痛いなーってのは前から思ってたんだけど、俺ヘビースモーカーだからひどい胸痛って日常茶飯でさ、気づかなかったんよ。でも若いし進行しちゃってるみたい。まあ今がちで治療すれば多分なんとかなるらしいんだけど、俺もともと長生きしたくなかったし、もういいかな。って。だから仕事も行ってるしね。いいんだ、もう特定されても。事務所の人には申し訳ないけど、ごめん。ネタ臭くなるし言わないつもりだったんだけど、酒のせいかな。気にせず構ってくれ。肺の悪性腫瘍は、一回のレントゲン検査じゃ確定できないぞ。まあか、取ったの？でも俺、完全にイメージなんだけど、抗がん剤って髪の毛全部抜けて吐きまくってるイメージなのね。それを年単位のスパンでやっていきながらいるより、生活ペース崩さず丸みたい。俺みたいなクズが一人でも減った方が世のため人のためだしねう。一番びっくりしたのは放射線治療の短時間終了っぷり。まあか、取ったのか。放射線治療は、短いね。お大事に。酒飲んでる場合ではないと思うが。ほんと10分弱で終わるのな。副作用も頭痛くらい。早く行きたいから治す気ねえし、なら好きな酒飲んでたい。体辛くても、お酒大好き。ヤクザモンが病気で、脳とか何の冗談だ。治せるなら治してクズとしての障害を全うして、ね。ごめん、ありがとう。酒のせいかなんなのか2年ぶりくらいに売るんだわこの野郎。自分でもずるいなって思う。薬はやってる？もしくは、やったことある？やったことは、正直あるけど、すっげえ昔だし、体質なのかハマらなかったどころか。数日ひどい体調不良でも大苦しんだから、今は酒とタバコだけだよ。いろいろ答えてくれてありがとう。いやいや、むしろこんなクズに構ってくれてありがとな。どうせ、ぬなら警察に飛び込んで、全部ゲロって綺麗な気持ちで行こうとは思わない？てか、余命宣告されたの？肺がんの確定診断って、レントゲンじゃできないんだが。それも考えた。けど、
ゲロって因果応報だなって変に満足すんのもずるいなって思った。確実にあと何年です、じゃなくて、俺の今の生活や治療方針を変える気ないなら持ってこれくらい、とは言われた。ちなみに変える気はない。肺炎でレントゲン取った時にたまたま影っていうのが見つかり、検査、再検査、再検査して確定したよ。ちなみに小細胞肺がん。明らかな自覚症状が出る前に見つかるのは珍しいらしい。入れ墨ってどんぶり？金額とか気になる。金額は、俺が言ってるとこは標準男性の手のひら大で5万。でもさっき載せた写真のより大きくなると、かかる時間でも料金がかかる。さっきの写真のサイズで15万くらいだけど、俺は先輩の紹介だからかかって8万って言われたよ。なるほど、入れ墨の金額はピンキリなのか。ありがとうエッチ。入れる予定も金もねえけどな。そういや、入れ墨入れるのって痛いのか？ピンキリだね。下手すると同じサイズ同じデザインで10万近く変わったりするよ。正直肩身で生きていくなら入れないのがいいね。人によるすっげえいかつい見た目なのに30部しか連続で入れるのが持たない人もいれば、俺みたいに痛みに鈍感すぎて結構痛い場所に入れてる最中なのに痛み霊で一瞬寝落ちするアホもいる。あとは部位で全然違うかな。さすがの俺も足の甲は痛かった。7年くらい前に若気の至りでヤクザボコって車で跳ねたんだけどまだ探されてる思う？そこまで年数経つと地位や人柄で結果は変わってくるな。どうして探すほどではないだろうけど、たまたまエンカウントした時相手がお前の顔覚えてたらちょい面倒かも。あれ、全部読んでないけどお前末期がんかよ。ひどいこと言ってごめんな。来世はもうちょっとマシな境遇で生まれてくるといいな。お前いいやつだな。ありがとう。ただ輪廻転生が本当にあるなら、来世はクラゲになりてえな。僕もヤクザになってみんなを怖がらせたい。友達を見返したい。そういう動機でこの業界に入るやつも一定数いるよ。でもそういうやつは、すっげえ出世するのが1割、残りは早、にする。ヤクザのイメージからか、こんな質問も。裏風俗って本当にあるの？あるにはあるよ。どこの県にも1箇所はあるってほどではないけど。なくはない。よく行くキャバクラの名前教えてくれ。キャバクラとか風俗とか、付き合い以外で行かないんだよね。その時間あるなら家で一人で酒飲みながらギター弾いたりアニメ見たり小説読みたい。ブラーっとソロ2行ったりな。対人恐怖症ってわけじゃないけど、人と関わるの得意じゃない。期待に添えなくてすまん。そっか。ぶん待ち出るときすれ立ててよ。俺は昼間の経営者だからヤクザとは付き合いないけど夜の知り合いは多いから共通の知り合いいると思うんだよな。もしもしやってたやつもデリヘルもオッパブもキャバも経営者知り合い多いから。経営者か、バーとか？ぶん待ち一人ではあんま行かないけど、今度ブラブラしに行こうかな。でも知り合いに会うのやだ。おう、俺の店ではないが凱旋門ビルとセブンビレッジの裏手にあるオーセンティックバーで一人で飲んでる30代の男がいたらそれは俺だ。場所はわかるが30代の男ってざっくりやな。でも今度一人で行ってみようかな。会ったらよろしく。なんとも言えない気分になるすれだな。何かへこんだ。朝っぱらからヘビーな気分にさせてすまない。でも俺、終わりが見えた今が人生で一番幸せなんだ。本当に、卑屈になってんじゃなくてさ。だから今酒飲んでんのも焼け酒じゃなくて祝杯の部類だぜ。俺は、クソヤクザとして、ぬよりも、人間としてイッチに、で欲しいと思う。こう書きながらも、イッチのことを信じてないからね。ああ、それが悲しいよ。生まれ変わって間違って人間になっちゃったら、人間として、似たい？けどコンゼは、クズとして、ぬは、酔っ払いのザレ事だと思ってくれ。パチンコ屋のケツって未だに持ってる？今は警察利権なの？俺の事務所の系列ではないな。昔より減ったけどやってるとこはある。警察は、確かに汚いことたくさんしてるけど、世間のイメージよりはしてないよ。ここまでスレミンとやり取りをしてきたスレミンが、最後にこんなことを書き込みました。もうみんないないかな？俺もこの書き込み最後に横になる。みんながいてくれた時だと、これも言うと完全釣り認定されそうだったから、このタイミングで言うね。俺さ、今日、ノーと思ってたんだ。飛び込みでもなんでも、マジ。理由は、唯一家族だと思ってた3歳下の実弟が、バイク事故で先週、だから牛かも自爆アホ数。俺さ、この職業踏ん張れる大きい理由が、どんな職業だろうが金稼げば弟がひもじい思いしなくて済むからで、自己満足だけど。でもさ、じゃった。急に、生きる理由なくなっちゃったんだ。でもね、大好きな2ちゃんですれたて経験ないままもなぁと思ってさ、せっかくだからかけてみようって思ったんだ。その発想もちょっとおかしいなって思うけど、完全にバグってた。すれたてして、反応がほぼないまま数十分で落ちたら、ぬ。レスが100いったらもう少し踏ん張ってみる。どうせ長生きしないし、どっちでもいいなってさ。でもさ、予想外も予想外だよ。200超えな上に、俺50レスがついたら肯定意見は2レスくらいで、あとは煽りと否定と下げすみだと思ってた。だってクズだもん。しゃあないよね。でもさみんなめっちゃ優しくてさ、けなしてた人も最後には優しくてさ。なんかほんと、びっくりやらなんやらで久しぶりに泣いた。2年ぶりに売るんだわって書いたけどごめんカッコつけた。ガチ泣いた。もうちょい耐えるか、じゃなくて、もう少し生きてみよっかな、って思うくらいの衝撃だったよ。一緒に飲もうって言ってくれる人までいてさ、もうなんでお前らそんな優しいの？バカなの？俺さ、病気も精神病もいろんなこと辛いけど、もう少し頑張るよ。
クズだし、社会に迷惑かけまくってるし、即刻、んだ方が世のためなんだけどさ。世の中には悪いけど、そんなダラダラは生きないから、もう少し待ってほしい。頑張ってみる。もうちょい。頑張る。ほんとさ、ありがとう。久々に人に優しくされてさ。リアルで会う人に優しくされても裏があるのかなって疑っちゃうんだけどさ。お前ら匿名だし、ネット上だし、俺に優しくしたとこで見返りないじゃん。ストレス発散にボロクソにけなしてもいいのにさ、優しいじゃん。なんかお前らすげえよ。ああもう酔い回って尻滅裂だしくっせえこと言ってるけどさ。ネット上のすべての人間が根はいい人だとは思わないよ。動物好きとしては生き物。苦手いたの奴らとかマジで殺意湧くし。でもさ、このスレに書き込んで慰めたり優しい言葉かけてくれたりしたお前らは本当に根がいい奴なんだなぁと思ったよ。スレ主がこう続けます。すっげえ臭いこと言うぞ。お前らん中にはさ、いじめられたり、持病とか、家庭の問題に悩んでたりとか、引きこもりとかニートとか、自分で自分を蔑んだり自分がいてもいなくても変わんないって思ってる奴いると思う。俺も基本スタンスそうだし。確かにさ、人一人、でも世界変わんないけどさ、俺の世界は変わったよ、このスレで。本当に。きっかけはどうであれ立ててよかった。ありがとう。だってお前らいなかったら、出たからね、マジで。んな感じでさ、なんか眠くてよくわかんなくなってきたけど、心の底から感謝してます。ありがとう、って差し伸べてくれて、ありがとう。もうマジ自分で読み返すだけで恥ずかしいから、そろそろ終わる。仙台に住んでる奴ら、ひょろ長い金髪ロン毛のヤクザスーツ着た若い男がいたら、多分俺だから、アクション起こしてくれ、チロルチョコくらいおごるから。んな感じでさ、嘘のような本当の話。もうどうでも良くなってたから、特にフェイクは混ぜてないよ。臭すぎてキモいわ。寝る。最後に、俺にブブラウザで見てんだけど、スレの保存できないかな。知ってる奴いたら教えてください。じゃあ、ほんと寝るお休み、ありがとう。うん、生きろ。どんだけ書くんだよってぐらい長えな。読む気失せた。読んだけど、泣いた。生きろ。以上です。続いては2012年11月3日に建てられたスレです。ヤクザだったけど質問ある？最初に断っておきますが朝鮮人ではありませんのであしからず。恥の連中とは違うのでその辺もあしからず。指詰めた？詰めてません。あれは昔の話で今はお金か別件で解決するのがほとんど。いくらくらい払うの？その問題の規模によります。どこ？東北。主な収入は何？収入源で流れと組合はバレますので詳しくは書きませんが、影響下のお店から徴収してたお金が主な勝本です。茶化の購入ルートは米軍基地からが 99割？ 大陸系かロシア経由ですよ。ほとんど。今は何してんの？ブー太郎？お店の店長。再就職案内も安心のヤクザ。構想どんぐらいした？直接的には参加してないです。口だけの係だったので。やっぱ黒のセダンに乗ってたん？フィアット500に乗ってます。可愛いから好きなんです。だった。ってことはもう違うの？ヤクザ辞めた理由は？女房できたら兄貴から、店長やれよ安泰だぞって言われて、そのまま流れで出世。キャバ経営した？現職に近い。なるほど。風俗経営者になったのか。風俗じゃないですよ。悩める大人の相談窓口です。簡単に辞めたりできるの？辞めた後報復とかされないの？自分の場合はまだ世話になってる部分もあるんでどうとも。やっぱすぐ切れるの？切れたらボコボコにしちゃうの？へい怖いよ。そんなことするのは恥の人間だけですよ。いちいち切れてられませんって。年収いくら？意外と普通な生活してるん？構成員だった頃は年収だいたい900万。今は2000万ちょいです。現場抜けてからお金使わないので楽なんですよ。お前らネットじゃ強すぎ。怖いですよねネットの人って。僕タイプ遅いので負けちゃいます。子供連れ去っちゃうって本当なんだろ？まあ程度問題ですよねそういう保険は。構成員でも電気工事や発理やってたりサービス業やってたりするけどそっち系。対談の付き添い、それと交渉やってました。親しくしてた芸能人は？芸能人の足なんてやってられませんよ。競争率高い割に食い分もないし。福岡での防止条例に対する報復どう思う？民法改正の時もいろいろなところで一悶着ありましたし、別段どうとも。兄弟とかいたの？兄弟？いわゆる義ってやつですか？そんな形式的なもん、よほどの大御所か田舎系の組がやることです。少なくともうちではそうでした。スレミンの中にはこんな質問をする人も。どうやってなるの？自分から事務所行って入れてもらうの？あと、ヤンキー高校の卒業式当日にスカウトとかあるの？中学生くらいからそういう整形を積み重ねていれば、おのずと道の方が寄ってくるはずなのですが。弁護士とは仲良いの悪いの？弁護士は上の専属がいたので、自分は直接関わってません。指何本あるの？手だけで10本。年齢は大体何歳ですか？女房がいるので今は関係ないかもしれないけど、やろうと思えば女には困りませんか？思えば困りませんが、思えません。うちのは可愛いので。ちゃんとしたなりわいとかどの口が言ってんの？あなたの私生活の中にも、必ずヤクザが通に関わったピンが混じっているはずですよ。昔からごく当たり前のように経済の中にいますからね。クストル持ってた？持ってませんし持ったことありません。鉄砲は隣にいる人が懐に入れてて、僕はいつも守ってもらう立場でした。
繰り返しますが、腕っぷしで組にいたわけではなかったので。準構成員じゃん。僕らからすれば、恥でもめるクズみたいな人間の方を準構成員と言います。もっと対局を見て、感情に流されないのがヤクザです。そういう人間以外でヤクザを名乗るというのは、組の名前を借りて働く下っ端だってことですよ。学歴は？高いやついる？僕は高卒ですが、インテリさんもいますよ。上の人たちの頭が伝統的に硬いので、あまり目立った活躍はできませんが、どの組も本部に勤める人事はインテリを探してます。どうやったら就職できんの？職案で求人出してるの？地道にその筋を探してください。もしくは、これは無謀に等しいですが事務所を訪ねるとか、事前にアポ取ってた方が事務所の担当も緊張しないのでアポ取ってあげてください。店の従業員は片木ですか？あと一致が元ヤクザなことは知ってますか？片木ですし、知られてます。ヤクザらしいことした？皆さんがお考えになるヤクザらしいことというのは恫喝やら物品売買やらですよね。そういうのはあまりありませんが、猿銀行の取締役の車に対して、走行中に前後に割り込みしたことはあります。実行した際に車内にいたよう程度ですけど。じゃあテスト、10日、20日、30日どこの組の何のことでしょう？ちなみに他所様はわかりませんはダメですみんな知ってます。銃がいまいちわかりませんが、思い当たるのは大陸でトンチーのところの橋が全員干されたやつでしょうか。ミスの少ない西日本であれは驚きました。これからどうやって向こうで市場を広げていこうかと、うちの経営部の上が毒づいていたのが印象に残っています。これでないのなら詳しくお聞かせ願いたい。お祭りとかの屋台はヤクザつながり？よく敵屋とヤクザを混合なさる方がいらっしゃいますが、大きな間違いです。双方関係がないとは言い切れませんが、いずる元は全く違います。ヤクザ辞めたら語りの振りか。だから未だ二組にいるって言ってるだろうが出張らないだけじゃ。なんでそれなんか立てたの？かまってちゃん。お酒飲んでて寂しくなったので、なんとなく。なんだかんだ言ってネットって面白いですから、つまみにはなります。拳銃鼻に使ってますいか？やっぱりトカレフ？それってロシア系ですよね。あの国の銃は他国製造のコピー品が多いので死刑も重宝していたようです。ほとんどが大陸製でしたが、ロシア製を原型とするモデルも使ってましたよ。発砲なんて稀ですが。じゃあ殺、現場とかも見たことないのか。ないですが隣の部屋で起こったのを、タバコ吸いながら聞いてたことはあります。けじめ問題だったので止められませんでした。もう法的にも解決済みです。アウトレイジみたいなことは最近のヤクザはしないの？例えばよその組と金絡みで揉めた場合どうするの？あれはエンターテイメントですから、見ている人を飽きさせない工夫が必要です。最悪のケースが重なって重なって、クソ地獄になった場合をさも普通のように描いています。それが商売ってもんです。普通はなるべく穏便に済ませようとします。そのための交渉役です。脱税ヤクザだな。まあ、漫画みたいなドカーンバコーンと違って格好良くはないですよね。ヤクザって月決め？それとも仕事一回につきいくらとか？一番儲けた仕事は？普通の仕事だけだったら割と多かったので、週一ぐらいで挨拶回ってました。一番儲けたのは宴会に顔出して少し皆さんの前でお話しした時ですね。講演料みたいなものをいただきました。AKB 知ってますか？もちろん、ヤクザの中にもファンがいますよ。ヤクザのイメージからこんな質問をするスレミンも。やっぱり紫のスーツにセカンドバッグで活動してたの？そんな田舎臭い。狙いは何をかって多いの？ネットを覚えている程度の人は普通にいますね。スマホ使って何してんのと思ったら、いやー掲示板見てますみたいなやつもいます。ヤクザになったなりゆきを。高校卒業と同時に世話になってた兄貴分を追ってヤクザになりました。僕も最初はオラオラの世界かと思ってましたが意外と器用念な体制なので、よく馴染めたのが幸いです。人の困ることや嫌われることで稼いだ金でうまい酒飲めましたか？あのですね。ヤクザに相応のことをされるというのは、ほとんどが本人の失態によるものです。少し古臭い例ですが、借金問題で漁船に積まれるやつだって、人生失敗したろくでなしが多いですよ。つまりはそういうことです。えげつないみかじめ要求と揉めた結果の結論だわクソが。もしかするとヤクザに譲られてはいませんか？であるならば、堂々と戦ってください。警察もっとも結構ヤクザと癒着がありますがに届出を出して、できる限りの手を尽くして戦ってください。下請け連中は粗暴ですが強くありません。全くもってろくな印象がない。ですよね。結婚するときも嫁の両親に言われました。仮に孫ができたとして、そんときその子にどう説明すんのやと。ヤクザっぽいのに絡まれたらどう対処すればいい？ビビらず慌てず、丁寧に対応してください。ヤクザだって人ですから印象に流されるので、好印象な人間にはきつく当たりませんよ。ですがほとんどの場合、きつく当たられるようなことをした場合のみヤクザは絡みますので、路上で何の因縁もなく絡んでくるのはヤクザではなくチンピラです。全く別物。一さんに悪いですが、ここで語れるほど単純なことではないと思いますね。単純ですよ。職業ですから。なんで辞めたの？やっぱり辛いことが多い。あと、楽しかったことも聞きたい。失礼です。スレミンの中にはこんな人もおりまして。おい、決闘しろよ。もうくだらねえのはスルーしていいよ。旦那が暴力団員でも嫁は堅気って言えるもん。
まず理解してほしいのは、一般的に粗暴な印象を持つ、揉めてニュースに出る暴力団員などは下請け。僕らはその元締め、クライアントのような存在です。今幹部をやっている世代のヤクザは暴力団とは名ばかりで、あまり荒ごとを好みません。下っ端同士の唾吐き合いなんてよっぽどのメンツでない限り興味もないです。ですから、ヤクザからすればうちの女房はいたって堅気です。個人の依頼とか受けたりするん。揉め事処理的な。見返りによります。でも深入りは恥の組織に丸投げです。ですから直接的には愚か、目立った犯罪にはほとんど関与できないものと考えてください。田岡和夫さんを知っていますか？山口組とはご一緒した経験が少ないので、どれほどのことをして、どれほどの人に今なお尊敬されているのか、そんなことは僕などでは計り知れません。ヤクザって普段どんなことしてんの？サラリーマンと一緒ですよ。偉い人に挨拶して、商談して、お店の経営の話をして、お酒を飲んで嫁の頭をなでなでしてイチャイチャします。ヤクザなんてビート系で99を占めるからこいつは系じゃないのならビーだろうな。否定できません。なんか男らしそう。抱かれたい。ダメ？自分女房いるので。そっちの業界でも不景気って感じる？感じますね。今は風俗もきついらしいな。風俗には2種類ありまして、いわゆる外と中ってやつです。外は顧客の付近まで出張るのでデメリットもまちまちですが、直営店を持つとどうしても居場所が固定化されてしまうので、面倒なことになった場合どうしても立場が弱くなるんです。店担いで逃げることはできないので。俺の兄が学生の頃にヤクザに誘われてたが、あれはオデックスじゃなくて頭脳的な面での勧誘だったのか。あるかもです。僕の周りで補佐してた奴に大卒が一人いますが日大卒でした。もったいない。キャバで夜中に花束持ってくる兄ちゃんはやっぱそうなの？みかじめ料だっけ？今は古臭くなったと言われていますが、やっぱり伝統のようなもので、しっかり取るものは取ってます。劇団の人のお決まり芸みたいな。例えるならさっきやってたダチョウクラブの俺がやるよの流れとか、そんな感じです。やらなきゃお互いしっくり来ないねえそうだねえみたいな。なんだよこの丁寧なヤクザは。粗暴なのをご所望でしたら相応の詰め所にどうぞ。寸大ですか？言えませぬ。配達の仕事で組長さんの家によく行ってたんだけど、幹部クラスの人の威圧感ってすごいよね。顔は笑ってるんだけど。その人、実は心の中も笑っているかもですよ。柔和な人も多いのです。人か日常茶飯事？そんな組ではありませんでした。そういう事情ことよそのことは知らない、知れないってやつです。後悔していませんか？いいえ、結果的に世の中の流通に貢献できて、嫁と子供二人を食わせて、一軒家を持てて、好きな車を持てて、プラモデル作ったりネットやったりと好きなことをして遊べるので。先輩にもバマス誘われたりすんの？今調べました。こういうゲームはおじさんの守備範囲外ですね。バイオハザードとかはやるんですけど、なんか申し訳ありません。学生時代のコネでヤクザになったスレ主。こんな質問も。学生時代どんなことしてきたの？中学高校超絶ドキュンだったの？柄はあまり良くありませんでしたが、問題は起こしてません。生徒時代に問題ばかり起こす奴らは大成するか落ちぶれるかのどちらかだと思います。ヤクザになったのだって、就職難だったというのが大きい理由だったりします。そういや一度衰退した地域を再復興するときってヤーさんとかも一役買ってる印象。戦後の昭和からの勝手な連想だけど、福島とかヤーさん業界ではどうなん？そうですよ。ヤクザとは本来まともな職業なんです。まともじゃないのはヤクザの名を語るチンピラです。が、そういうやからの方が世間に溢れているし、必然的に露出度が高くなるのも事実なので、僕からはどうとも、福島は大変ですね。市場としてはあまり息が良くないように思えます。僕は直接的に津波の被害を被ったわけではないのでどうとも言えませんが、震災で亡くなった方々のご冥福を祈るとともに、一刻も早い復興を願っています。個人的には地元の柿が好きなので、またたくさん食べれるようになってほしいです。男好きの人も中にはいますか？さあ、いるんじゃないでしょうか。子供が成長した時にヤクザやってたっていうの？いずれは言うつもりです。書き込みのセリフとか素で聞き取れて意味理解できる？っていうか、笑わずにいられる？すみませんが笑ってしまいます。恥知らずだな。ゴキブリやろう。僕だったらゴキジェットやられたら確実に、ぬと思いますので、あの生物ほど強くないです。申し訳ない。上の人と中間の人とチンピラに近い下の人って、やっぱり仕事だからみんなスーツ？それか上の人は和服とか、本家に住めない人は寮とかあるの？一日の仕事時間は？質問ばっかでごめんなさい。勤務中はほとんどがスーツですよ。街を歩いている疲れたおっさんの中にもそういうタイプのヤクザが紛れています。普段は仲いいやつと飲みやはしごして仕事の愚痴をこぼすのがヤクザという職種ですので、うちの組は寮なかったですが本部に住み込みはいました。新人はコネがあれば衣食住堂にでもなりますよ。大体普通企業の定時で上がれます。そして普通企業と同じように残業があります。手当は出たり出なかったりです。いくつの組に1みたいな頭脳派とオデックスの人以外には、いくつのどういう役割があるの？様々な商売に手を出しているのでそうでないとヤクザはやっていけないので、本部や支部に直接勤める僕らのようなタイプ以外でしたら、善良な下請け企業これまた様々な職や粗暴な下っ端走りまで、様々な役割を持つ人たちがいます。
三分の二仇のような方も中にはいらっしゃいますので、一概にこれとこれととは言えません。昔母ちゃんがやんちゃしてた時にヤクザのちょっと偉めの人と付き合ってて、ある日事務所前でサラリーマンにナンパされたんで、下っ端の人たちに冗談でナンパされちゃって怖かったって言ったらそのサラリーマンがどっかに連れて行かれてヤバいことになったらしいんだが、今でもそういうことあるの？止められなくて今でも後悔してるって言ってたが。骨折られる程度でしょうね。人の女に手出したわけですから納得はできます。人の女に手を出すってただ声かけただけだろ？それで腕の骨を折るっておかしくねえか。ほんとお前ら朝鮮人と同じだよ。すぐ暴力と犯罪を起こす。ナンパという表現でしたのでそう判断しました。一方的な人は嫌いです。組の後取りはやっぱり頭の息子？それとも血縁関係があればOK？あるいは一番信頼のおける他人？頭の息子を赤、娘をお嬢、妻を姉さんって呼ぶ？後取りについてはあらゆる可能性が考えられますが、ぶっちゃけ親族か親睦が深い他人です。上の呼び方については様々あるようですが、僕の場合は幹部の娘さんは名前プラスさんで、奥さんは名字か〇〇姉さんもしくは単に姉さん。息子さんはヤクザであれば名前にさん付け、ヤクザでなくても名前にさんです。かなり丁寧な対応をするスレ主にこんな質問も書き込まれました。これからのヤクザは変わっていくと思う？いわゆるしのぎの内容とか、組織の形態とか。いずれ必死になってその問題を考えなければならない時が来るでしょうね。組のあり方を握る上の人間、特に御所様は揃いも揃って40年前のやり方を変えられないような固い方々が多く、もう少しして世代が完全にバトンタッチされない限り根本的かつ劇的な大きな変化はないと思います。何しろ市場をはじめ土台が完成している商売ですので、簡単にコロコロするわけにもいきません。ですが、繰り返すようですがこのまま続いていくとは思いません。個人的に、いずれ今の若手がヤクザというもののあり方を考える時代が来ます。そうした時に、ヤクザが退化するのか進化するのか、はたまたなあなあと日和見するようになって、文化そのものがチンピラ、もしくは仇と同化し消えてしまうのか。そんな先のことは、僕のような雑魚にはわかりかねます。長々と申し訳ありません。これを返答とさせていただきます。まさかこんなに真面目なレスをくれるとは。ありがとう。なんか日本の現在の状況と同じような感じ。自分が直接的に、あるいは間接的に関わってきた荒事や違法行為が、将来、自分の奥さんやお子さんに及びかねないリスクは想定してる？言い換えると、行動において、自分が法規走行を心がけてるからといって、もらい事故等の理不尽な目で不幸に見舞われる現実があることはわかってるよね？その筋と関わることでの、そういうリスクは想定してるのか？と、聞いてる。もちろん覚悟はあります。あらゆる害悪であれ、家族に降りかかる火の粉は全力で払います。結果はわかりませんが、完全でないにしろそれによってうちの妻子が受けるダメージを軽減できるならそうします。息子娘の結婚相手に対するダメージまでは予測していませんので、それだけが心配です。ヤクザも大変ですね。ありがとうございます。ねぎらいの言葉をいただくというのは、いくつになってもいいものですね。ハングレはどう思いますか？世俗が言うハングレというのはファッション的要素が強いので、どうとも思っていません。今聞かれるまでその存在自体忘れていました。別にヤクザだからといってグレているわけではないですので、比較のしようがありませんというのが、僕個人の見解です。付け加えるなら、ヤクザ全体で見たらあまり好かれている人種ではありませんね。ハングレっていうのは、今時ないかもしれないけど、誰かが指詰めるところ見たことある？ホストが指詰めるフェイク動画あるけど実際あんな感じ？あります。シュッと氷枕とスプレーで痛覚鈍らせてからやってましたが、かなり痛がっているように見えました。グロいな。親とか本人の借金で未成年の女の子が裏ビデオに出たりソープに沈むとか本当にあるの？ソープ以上のひどい金の作り方とかある？そういうケースも中にはあるんじゃないでしょうかね。担当していた事柄が違うので何とも言えませんが、ソープ以上なんていくらでもありますよ。対面を放り投げれば強盗もします。もっとも、そうなったらヤクザではありませんけどね。ロリコンが多いって本当？僕らにお仕事をくださる大企業の方々には多いですが、ヤクザにはそういう用事を好む方は少ないように思います。いい女抱くためにヤクザになっている人もいるので、性的指向は健全なのでは。丁寧で真面目な対応をするスレ主にこんなことを言うスレ民も。なんだかんだヤクザも真面目に仕事してるんだな。かなり印象変わりました。どんな物事にも言えますが、真面目にやらないと食っていけませんからね。これからも経営頑張っていきたいです。やっぱり中国マフィアとは関わりたくない？いやです。別に中国人が嫌いというわけではありませんが、組織的な観点で物を言うなら、厄介なことこの上ない連中です。流儀のようなものを重んじる人たちですから、情け容赦もありませんし、口も強いです。腕とか足とか掴んで握って破裂させたりとかできる？バイオハザードでならできます。セフレのおっさんがヤクザっぽいんだけど、明確にわかる方法ってない？決死の覚悟で財布かカバン見てください。それか本人に直接聞いてください。スパイなんかではないので、聞かれただけでは怒らないと思います。です、ありがとう。財布は持たないでマネークリップにお札挟んでるから今度カバン見てみるよ。入れ墨入れたり言う聞くのも恐る恐る聞いたからヤクザなの？とは聞けないや。ちなみに私も東北、
ないとは思いますが、万が一危ないと思ったら警察か施設に届け出てください。一人でなんとかできると思っちゃダメです。元ヤクザが朝鮮人をネタに漫画描いたら面白そうだな。際どすぎて出版できないだろうが、いい意味でのアホも結構いそうだ。いい気味ですね、それは。朝鮮人も悪い人ばかりではないのですが、大体の奴らは度が過ぎますよね。軒並みクズばかりですからびっくりです。日本は朝鮮の流刑先ではないのです。ゲソ入れてる？いいえ。縁日の屋台出してる人はやっぱりその手の人なの？そういう人もいます。では、工藤会のあのイカチー幹事長が、暴力団立ち入り禁止表彰を掲げる店主を次々と襲撃する事件に、我々は組織的に一切関与していない。何かあれば工藤会という報道はいかがなものか、と言っているのは、本心であるということ？警察への敵意を抜き出しにして、無理に市民と暴力団を対峙させるやり方は問題。一方では、工藤会系の組員は言うこと聞かんかったら、瀬というのが俺らの極道と嘘吹く。こういうの読んでも、仕組みがよく読めないのだが。僕程度が言及すると大変ですので、ヒントですが一つ。ヤクザ、警察、マスコミは絶妙なバランスで連携しています。そうすることでお互い得られる利益があるからです。ミステリアスだったり謎めいた方が大衆の話題性を獲得できます。要はそういうことです。幼馴染が棒の本家？とやらで事務局長ってのやってる。竹との付き合いで気遣いが大変らしい。確かに大変です。サラリーマンと同じなんですよ。政治家とのつながりってあるの？献金とか。あるところはありますし、政治家なんてのはヤクザとか見一重です。元姉さんと呼ばれる人が言ってたけど、アウトレイジ見てるとヤクザなんて、平気でエグいことするから見ててもそんな感じだわって言ってた。重ねて申し上げますが、あれは最悪のケースに多少の脚色をしてあるので、大変面白く飽きない作品ですが現実が全部が全部そうであるか？と聞かれたらイエスとは答えかねます。好きな食べ物は何？高菜の漬物、あとはビール。それと妻が作るもの全般、娘が作ってくれたクッキーです。どうでもいいですが嫌いなものもありまして、セロリとシナモンが苦手です。今まで会ったヤクザの中で一番高学歴な人は何大学？出会った方々全員に聞いているわけではありませんが、弟分の日大が一番でした。芸大でや専門でもいます。専門ではイベントなどの広告作成を上から依頼されたりしてますよ。話聞いてるよくわからなくなってきた。いわゆるエッチのいうヤクザの定義は何？何をやってればヤクザで、何をしてなければヤクザでないの？一般企業は利潤の追求を基本とした、もろもろの企業理念を建前でも持ってるけど、ヤクザは何を基本として、どのような理念を持ってなりわいをしてるの？希望持つ組合組というやつに勤めるもの、もしくはそれにある程度関係を持つもの、それらをヤクザと呼称するのではないでしょうか。僕もなんというか、こういう形ではうまく説明できません。お力になれず申し訳ない。ヤクザの暴力的なイメージについてこんな書き込みも、裏稼業の人間と仲良かったり、知り合いだったりするからって、いい歳してすぐに逆らってくるなら、本気になれば何でもできるんだぞ。みたいなこと言ってる素人ってヤクザから見てどう思う？母ちゃんが、友達がドラム缶の中で肩までコンクリに浸かってるところを救出したことがあるらしくて、あれ見たら普通冗談でもそんなこと言えないわって怒ってたんだけど。事実できるのかもしれないけどさ、子供もいるような人がそういうこと言ってるといたたまれないんだ。脅しは穏便に済ませたいという情の相違の表れでもあります。やる気ならその場でやっています。警告を出すということは、わかりやすく言えばツンデレというやつです。これ以上は危ないからやめてねぐらいの気持ちで言ってるんです。言い方は職業病なのでどうにもできません。警告のような汚れ役を背負ってくれる末端の人間がいるから、ある程度安心して僕らも活動できるわけです。そういう意味では、恥の連中にも感謝する部分はあります。ヤクザの中にも音楽家志望とか漫画家志望とかいんの？どうでしょう。そんなピュアな夢を持っていられるのだろうか。萌えキャラ描いてるヤクザを想像して笑った。ヤクザのイメージ変わった。お疲れさんです。ありがとうございます。その言葉を胸に、店舗のサービス向上に向けて努力させていただきます。将来子供がグレてそういう道に進みそうだったら止める？止めます。娘はグレさせる気はありません。息子は男ですから、これと決めてあいつがヤクザになるというなら、じゃあ幹部を目指せというでしょうね。では、参考文献があれば、センセーショナルな書き方しないで、勝池上明張りに暴力団という、組織についてわかりやすく説明しているものがあれば。どれでしょう、思い当たる文献がありませんね。僕自身ヤクザですが、ヤクザの研究をしていたわけではないのでなんとも、情けないことに、お力にはなれそうにありません。申し訳ない。同じ底辺でもこうも年収に差が出るか。真面目に生きてる社畜はかわいそうだな。働いているという点では皆必死です。そういうことをどうこう言うのはあまりよろしくはないのではないでしょうか。会社に勤めるというのは立派なことです。すんごい優しそうだけど怒ると怖いの？妻と子供に手が挙げられないですが、程度によっては怒ります。こらぐらいです。他人相手でしたら、ひどいことをされたら殴るくらいはするかもしれません。こんな時間に高菜の漬物とか言うから腹減ったじゃないですか。責任取ってください。
今から弁当買ってくるんで請求書送ります。美味しいですよね、大好きなんです。麻薬はヤクザの収入源。脱法ドラッグは？大麻はありえますが、脱法ドラッグはどちらかというとチーマーどもの活動資金なんじゃないでしょうか。繰り返すようですが僕自身は薬の類に全く興味がございませんので、その辺はわかりかねます。隣の部署は外国より遠いので。V シネマみたいに二つ名がついてたり、事務所には重たい灰皿があったりするの？二つ名は僕ら若い人たちの受けが悪いので最近はあまり聞かなくなりましたが、重たい灰皿はあるとこにはありますよ。もっとも武器としてではなくてほとんどインテリアとしてですけれども。昔ながらの人気を切る人って今時いるの？どっかの組では、人気を切れる人が減ってきてるから下の人間に練習させてるってテレビでやってたけど。いらっしゃいます。そういう人に対する評価は組によってまちまちですけれど、正直言うと硬派かなんとかで、今ヤクザの世界は揺れています。変化の時なのでしょうね。寂しくもあり、これからどうなっていくのかワクワクする部分もあります。複雑ですね。一般のサラリーマンと同じような感じってとこは理解したんだけど、逆に一般のサラリーマンとここが違うってのは何かある？ヤクザならではというか、作業自体はサラリーマン前としていますが、その過程と結果が多少一般的ではないのではないかと。要するに車を作ってますという生産ラインがあって、内容がアメ車を作ってるのか日本車を作ってるのかぐらいの些細な違いです。だんだんとレスがつく勢いもなくなってきたので、そろそろ潮時なのでしょうか。最後に質問あればどうぞ。変なチンピラに絡まれた時にどこ組の誰と知り合いだって言えばはったりかませる？なんやこらと絡まれて、俺〇〇組の〇〇と知り合いなんだぞと言い返せば、呼べやこらと言われておしまいです。運よくその場を逃れられても、向こうと連絡取られておしまいです。どの道嘘はいけません。結果は同じです。白いスーツ着た？自分はもっぱら黒なので。最後に、家庭を築いていく上でこれからの夢とかあれば。あれですね、ビシッと相手に物を言える家庭を作りたいです。家族ですしお互いに気を使うのももちろんですが、たまには本音をぶつけてみるのも悪くないのかなと思います。あと娘息子にパパ嫌いと言われないような父親になりたい。僕の親父にアドバイスを仰ぎましたが難しいと言われてちょっと不安です。逆に、自分組のもんなんやけど、これから事務所行こか？お？とか言われちゃった時の対処法を。それは相手方の性格にもよりますが、理解のある人間のようなら素直に相手の事務所に行った方が良さげです。っていうか、事務所まで引っ張られるとはただごとではないので、そういうことをした結果ですから何をされても文句は言えないような気がします。最近それ言うと捕まるんじゃないっけ。まあ骨折られてから捕まっても意味ないけど。民謀恐るべし、君いいねヤクザにならない？事務所来て相談してみる？みたいなこと言っても危ういんですから困ったものです。お疲れ様でした。では最後に質問するね。所属してた時の組長や先輩は今でも尊敬してる？言い方変えるなら恩義は感じてる？もちろん感じていますし尊敬しています。月並みな言葉ですが、今まで僕と関わってくださった組の方々がいたから、今の僕と僕の生活があるわけです。女房との出会いも、ヤクザミーツがあるでしたからこれもヤクザが一役買ってます。正直ヤクザになった時は人生の崩壊を覚悟しましたが、これはこれで割と悪くない一生を送れそうなので、この選択に間違いはなかったと思っています。皆さん、こんなつまらない酒のつまみ話に付き合ってくださってありがとうございました。そんじゃおっさんは朝早くに娘の送り迎えがあるので、そろそろ寝ます。おやすみなさい。以上です。皆さんはヤクザにどんなイメージをお持ちですか？